本日はマイナンバーカードの具体的な利用拡大についてお話しいたします。マイナンバーカードについては皆様のご協力もあり、申請枚数は9600万枚を超え、国民の4人に3人が申請いただいており、運転免許証の保有数を超えています。カードの普及に伴い利用シーンも日々増えていますので、本日は3つの構想をもとに、 いくつかご紹介させていただきます。それではまず一つ目、マイナンバーカードを基盤に役所に行かなくてもスマートフォンから申請できるオンライン市役所サービス構想です。オンライン市役所サービス構想のうち、今年の2月より全国の全ての市区町村を対象として 開始している引っ越し手続きオンラインサービスについてお話しいたします。従来、引越しの際には、引っ越し前にお住まいの市区町村窓口に赴いて、転出届を提出すること、そして、引っ越し後に転入した市区町村窓口に赴いて、転入届をはじめとする様々な手続きを複数窓口で行うことが必要でした。 それが現在は政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータルを通じ、転出届の提出や転入予定市町村への来庁予定の連絡が一体的に行えるようになっています。これにより、引っ越し前に市町村窓口へ来庁する必要がなくなります。引っ越し後には市町村窓口へ来庁していただく必要はありますが、 来庁予定の連絡をあらかじめ行っておくことにより、窓口側も手続きの事前準備をすることができ、手続きが格段にスピーディーになりました。次に、子育てワンストップサービスについてご紹介します。マイナポータルでは、各自治体における子育て関連サービスの検索、子育て関連手続きのオンライン申請、 自治体からのプッシュ型のお知らせ受信ができる環境を整えていきます。これまでのところ、すでに多くの自治体においてオンライン申請が導入されており、今後ほぼ全ての自治体において導入が予定されています。次に、国においても役所に行かずに手続きができる取り組みの例として、確定申告の簡素化についてお話しいたします。 確定申告については、マイナンバーカードを利用することで、例えば医療費控除やふるさと納税の寄付金控除など、申告手続きを行う際に自動入力することが可能となっています。引き続き関係省庁とも連携して、より手続きが簡単になるよう改善していきます。二つ目の構想は、マイナンバーカード、図書館カード、健康保険証、運転免許証など、 様々な国、自治体のサービスカードとして使っていただく市民カード化構想です。お財布の中に何枚ものカードや証明書を入れる必要がなくなります。生活の様々な局面でマイナンバーカードでサービスが受けられるようにしていきます。市民カード化構想のうち、まずは書かない窓口についてご紹介します。書かない窓口は、 マイナンバーカードや自治体が持つデータの利用により、住民の方の申請書記載項目をなくし、その負担を低減する窓口支援の取り組みです。来庁者が窓口で申請書を記入する必要がなくなります。北海道の北見市などを先例として、現在全国の自治体において拡大が進んでいます。次に、 群馬県前橋市を中心に実施中の群マースについて紹介します。群馬県では、Suica とマイナンバーカードの連携による公共交通の住民割引や、マイナンバーカードが福祉タクシーの利用券となっているなど、マイナンバーカードを活用した交通サービスが進められています。また群馬県は、こうした取り組みの県内展開を進めています。 このようなデジタル化を活用した地域づくりを全国の自治体に展開していきます。そして三つ目の構想は民間サービスにおける安全便利な本人確認構想です。マイナンバーカードによって厳格な本人確認ができるため、行政サービスのみならず様々な民間サービスでの利用拡大が可能になっています。また、 マイナンバーカードに内蔵されている電子証明書を用いることで、インターネットによるオンライン手続きでも本人を確認することができます。今年の5月よりスタートするスマホ用電子証明書搭載サービスについてご紹介します。これは、マイナンバーカードの電子証明書の機能をお持ちのスマホに搭載するサービスです。 まずは Android のスマホからスタートします。これによりマイナンバーカードがなくてもスマホだけで様々なサービスの利用や申し込みができるようになります。機種によっては暗証番号を指紋や顔認証などの生体認証に置き換えることも可能でとても使いやすくなります。マイナポータルにおけるほとんどのサービスが対応します。 民間サービス、コンビニ交付、健康保険証利用など、マイナンバーカードの電子証明書を使って受けられるサービスも順次対応していく予定です。次に、セルフレジでの年齢確認についてご紹介します。コンビニ業界では、セルフレジの導入を進めていますが、セルフレジでは年齢確認が必要となる酒、タバコを販売することが できなないいこととが課題となっていましたその課題に対してマイナンバーカードの件面を読み取ることにより確実な年齢確認を行うことでセルフレジでの酒たばこの販売を実現しましたこうした取り組み以外にも音楽イベントの会場あるいはさまざまなエンタメ領域をはじめ民間サービスとの連携を図りマイナンバーカードで 皆さんの生活を便利にしていきます。以上、マイナンバーカードの利用のより一層の拡大を通じ、安心便利で豊かなデジタル社会の構築に政府を挙げて全力で取り組んでまいります。引き続き皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。